エトラちゃんは見た。私はアザミ。これは私が幼稚園児の時に起こった修羅場の話だ。クワの実、タンポポ、黒い土、蝶々の羽。あ、大丈夫トクサ君？行ってて。うわ、すりむいてる。早く消毒しないと。大丈夫よトクサ君。ほら、私が調合したこのお薬を飲めばきっとみるみる傷が治るわ。うわー、アザミだ。逃げろ。待ちなさい。ちょ、アザミちゃん、それは飲ましちゃダメよ。当時から私はこういうマッドサイエンス、いや理科的なものが大好きで、流行りのアニメなんかには目もくれず、植物や昆虫博物館に足しげく通ったりと若干変わった子供だった。そんな私が次に興味を持ったのは、ねえねえみんな聞いて、昨日ねうちのマロンが子犬を3匹産んだの。へえ、本当？見てみたい。うん、今日うちに遊びに来て。お邪魔します。わー、かわいい、抱っこしたい。あ、この子たちまだ生まれたばかりでマロンも落ち着いてないから家族以外触れないの。そっか、残念。この時普通の反応ならキャーかわいいが一般的だったんだろうけど、私の場合は、そういえば犬も人間も赤ちゃんってどうやってできるのかしらという疑問が浮かんだのだった。ねえママ、赤ちゃんってどうやったらできるの？え？何よ急にそんなこと聞いて。ああ、ただ気になっただけ。自然に好きな人と愛し合ったらそうなのよ。お腹の中で赤ちゃんが育つの。そうなの？お腹の中でどうやって大きくなるの？どれくらいで生まれてくるの？だいたい10ヶ月くらいよ。その間お母さんの栄養をもらったりして大きくなって。その間どうやって息してるの？狭くないの？なんでそれで大きくなれるの？母に聞いてみたものの、あまり詳しく教えてもらえなかった。だから私はその後先生に聞いてみたり、児童書で調べてみた。先生、赤ちゃんはどうやってできるの？結果、そうか、つまり私はお母さんの体の一部でできているんだわ。すごい、生命の神秘と至極当たり前な結論に至ったのだった。そしてそれから数週間後。それにしてもツツジちゃんとユズリハちゃんはお母さんにそっくりよね。よく言われるよ。カリンさんのところだってトクサ君お父さんに瓜二つじゃない。そうそう、私出産の時、旦那が生まれてきたって思ったもん。アザミちゃんは旦那さん寄りでもアカネさん寄りでもないわよね。ああ、うん、うち綺麗にハイブリッドしたみたいで。ねえ、さっきから何言ってるの？え？私はお父さんと血がつながってないんだもの。お父さんに似るわけないじゃない。え？それってどういう…ちょっとアザミ、あんた一体何言ってるの？そんなわけないじゃない。え？違うの？私お父さんと血のつながりなんてあるの？なんで？なんでって、実は私は赤ちゃんができる過程はなんとなく分かったけど、赤ちゃんができる仕組みについては全く分かってなかった。そのため母体として私と母はへその緒でつながっていた、イコール血のつながりがあり、父は父だけど血液ではつながっていないと思っていたのだ。なんだ、びっくりした。そういうことね。もうびっくりさせないでよ。パパはパパに決まってるじゃない。しかし、それから数ヶ月後。わかるー、てめえ一体これはどういうことだ。あ、説明しろよ。アザミの DNA、なんで俺とアザミの親子の確率が 0% なんだよ。事態はとんでもない方へ転がってしまった。あの時母の態度に違和感を覚えたママ友が、ねえ、さっきのアカネさん、ちょっと動揺しすぎじゃなかった？
と噂し、あざみちゃん誰にも似てないよね。そういえばあかねさん、日曜日の昼間とかおしゃれしてどこかへ出かけていることが多いような、などと噂におひれがつき、そういや立花さん、なんかそっちの奥さんすごい噂になってません？うちの嫁が言ってたんすけど。それがとうとう父の耳にも届いたのだ。そして疑心暗鬼になった父は、寝ている私の口から粘膜を採取し、こっそり親子鑑定をしてみたのだけれど、その結果、鑑定結果、親子の関係 0% と出たわけ。あかね、見込んだ、お前となんかもうやってくれ。許してよ、ねえ、お願いよ。私、本当にパパと血がつながってなかったのね。で、私の本当の父親は誰なのかというと、結婚前から母と関係を持っていたこの柊木という男だそうだ。結局母は私が父だと思っていた人に多額の慰謝料を払い離婚。そして、おかえりあざみ、お風呂沸いてるからね。私は母と柊木に引き取られ、今でも3人で暮らしている。うん、しかし大人になって赤ちゃんができる仕組みが分かって以来、あの2人には生理的嫌悪感しか湧かないわね、と。まあ結構ひねくれて育ったのであった。幸い友達や家庭状況を理解してくれる恩師に巡り会えたおかげで、極度に悲観的になったりすることはなかったけど。ねえ、んアメリカの理系大学に通いたいから留学費用出して。もちろん生活費もね。大学に進学したら速攻家を出るし、私の人生をめちゃくちゃにしやがったこいつらには死ぬまでたかってやろうと思う。ご視聴いただきありがとうございました。疑問に思ったことは自分で調べたりと、探究心があるのは素晴らしいことですよね。そんな無邪気な探究心が本当の父親ではないという真実にたどり着いてしまいましたが、世の中には知らなくていいこともあると言いますが、あざみさんにとってはこの真実は判明してよかったことかもしれませんね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また浮気ダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。